すいません。え？なんでそんなこと言えないですか？4。あれ、ハンバーグにしようかな。あ、じゃあ私ナポリタンで。オッケー。すいません。お願いします。はい。これうまそうじゃない？本当だ。ね。お腹すいた。いらっしゃいませ。注文いいですか？僕がハンバーグの300g でご飯大盛りで A セットがドリンクつく、ね、ああつく、うん、でドリンクがアイスコーヒー、ガムシロップとフレッシュ1個ずつ で私がナポリタンの A セットで、アイスコーヒーで、あ、単品で、ティラミスつけてください。いいね。あとでちょうだい。はい、よ。あ、でね、あ、ごめんごめん、これエビ入ってるでしょ。俺エビアレルギーだから、エビ抜いといて。でお願いします。あ、ごめんなさいごめんなさい。やっぱり A セットじゃなく、 B セットじゃなくて A の方 でハンバーグの 300g のご飯大盛りのアイスコーヒーの A じゃな、 A セットじゃなくて B セットでお願いします。これどんぐらいで出てきますよ、料理。 すいません、もう一度ください。え、マジで、え、ちゃんと聞き取ってよ。こっち急いでるんで早くしてもらっていいですか？これね、マジ役に立たないパターンの外人。日本語喋れないやつだよね。うん、聞き取れもしてないし。やばいって、これ本当にめんどくさい。やばいよ、マジで。めんどくさいな、うん。日本にいる資格ありません。てかさ、見た目もやばくない？思った。思った、うん、思ったよね。ひげやばいよ。注意されない他の客に。そうそう。やばいよ、本当に。日本で働くんだったら日本語も喋ってほしいし、聞き取ってほしいし、見た目もどうにかしてください。不潔って分かる？不潔っていう日本語分かってないよ、絶対分かんない。ゆっくり、やばいな、もう大丈夫です。スピード関係ないから絶対聞き取れないから、めんどくさ。なんで日本で働いてるんですか？どこの国の人？変えた方がいいよ、本当に。国変えるって話じゃない？こういう人が一番腹立つね。ソースハンバーグで、うん、で、アイスコーヒーで、で、ティラミス。あ、待って、プリンにします。プリン。あ、そうだ。俺チーズケーキだ。うん。うん、じゃあ、うん、お願いします。お願いします。わかります？日本語わかってる？わかります？伝わってます？俺、アレルギーだから、エビ抜いといて。以上で、うん、お願いします。すいません、もう一度ください。日本語しゃべれない。だから俺が日本語しゃべれてないし。いや、ね、こういうね、日本人が来るお店で働かない方がいいですよ。うん、ちゃんと日本語を学んでから来てください。うん、日本語しゃべれないなら国に帰った方がいいです。うんうん、国帰ったら帰った方がいいよ。向いてないよ、多分。日本で働かない方がいいよ。こっち客なんで早くしてください。迷惑です。しかもさ、飲食店でさ、働く見た目じゃない。いやー、そう、もう汚いよ。ひげとか剃った方がいいよ、本当に。多分日本で働くんだったらその見た目からやり直した方がいいです。うん、多分怒られるよ、普通にやめた方がいい。急いでください。私たち時間ない中来てるんです、今店に。ゆっくりもう本当に役に立たない外人だな、これ本当に。もうめんどくさい、やばいよ。日本語喋れないんだったら日本で働く資格ないんじゃないですか、私は思うんですけど。喋れてないじゃん、日本語。いやー、使えないね、これは。本当に振り返ってください。すいません、よかったらちょっと私に貸してもらえませんか？テント、私ももう一回お願いします。はい、もう一回私に言ってください。でも書いてくれてんじゃん。マジで。急いでるんですけど。わかる？本当に日本語わかってる？飲食店で働くんです。そう、外人。すいません。ちょっと一生懸命やってんじゃないですか。一生懸命。ちょっとそういうサービス的なちょっと表現、ちょっとそういう言い方ないんじゃないかな。いや、こっちも急いでて客なんで。いや、それはわかりますよ。わかりますけど、我々日本人だって海外に行った時、同じ日本人が働いていて、現地の人に攻め込まれてたから、どうします？いや、まあ、いや、ここね、
別に変えてない、うん、いや、なんか外国人だから何なんですか、差別してるじゃないですか、差別、差別、普通になんかキープってすごい不快でしたね。あの気持ちはわかりますけど、ちょっと言い過ぎなんじゃないかなと思って。いや、で注文取ればいいんですよね。じゃあ言ってください、私が代わりに書くんで。そうすれば誰も困らないじゃないですか。人格否定にまで行っちゃってるじゃないですか。いや、そこまで言ってないっすね。結構声も大きかったですし、ちょっと不快だったんですけど。言葉なんて分かんない部分ってあるだろうし、ちょっと分かるように話してみましょうよ。すいません、すいません、私も言いたくないけど。じゃあ、ね、じゃあ、もう一回注文する。どこまで分かりました？セット、あ、そうです、あ、そうです、ハンバーグの時間ないんじゃないですか、用事なくなっちゃった、大丈夫、いや、別、あ、まあ、いや注文しよう。もう一回言いますね。いいですか？うん、学生の時に友達がなんかアメリカに行った時にイエローモンキーって唾を吐かれたっていうのを聞いて、そういうのもちょっとずっと覚えてたんで、差別ってよくないんじゃないのかなと思いましたね、はい、この方一生懸命やってて、でもごちゃ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 やってるから、しかも国に帰るとかちょっとイラッとする。いや、もう自分の夢を持って一生懸命やってると思うので、それを、ね、他人が悪く言うのは違うので。